おつのお疲れ様でございます。市場馬体診断のお時間でございます。こんにちは、ボバ三冠ね、最終戦菊花賞でございます。ダービーはダノンデサイル、はい、今週のギャロップでございます。毎週毎週ありがとうございます。その前にです、まだ暑い、今日も7、8度あった場所もあるらしいので缶のパイしたいと思います。先ほど埼玉県の大宮から帰ってまいりました。レッドさんとちょっとお仕事してきたんですけども、おつお疲れ様でございました。缶のパイ、日本事務機株式会社創業100周年おめでとうございます。おつお疲れ様でございました。いただきます。うまいよ、カトリーヌ・ジョセフィール。レズさんと仕事をして帰ってきたんですけど、それはもう帰りが渋滞一つなくてスムーズでした。はい、さあ早速行きましょう。今回ボバね、秋のボバ、3歳ボバですけども、いやみんなねいいですよ馬体。まずね、じゃあこの4頭から行きたいと思います。人気馬になりそうですよね。もう肌ツヤ違いますよね。これダビはダノンデサイル、えんでないですか、肌ツヤ雰囲気いいんじゃないですか。うん、もう何も言うことないんじゃないですか。あとは調教次第、今日調教ありましたけども、どんな調教だったのか後でゆっくり、調教確認したいと思います。うん、肌ツヤ立ち方雰囲気いいですね。この世代でナンバーワンかもしれません。うん、ナンバーワンであってほしいかな。ダービーの勝ち方が強かったです。インでじっと我慢できて、まあ皐月賞をね、回避した後をまた立ち上げてっていうところで、いや筋肉のつき方がなんかオルフェーブルっぽいですよね。うんうん、いいですね。幻の三冠馬かもしれません。そして逃げるであろう名将タバル、前走ヤヤオをかなり、ね、強い勝ち方しましたけど、ああいうねババ、そしてああいう展開はこの馬強いです。うん、果たしてパンパンの両馬の時どうなのか。ゴールドシップの子供なのでちょっとね、うん、一発あるかもしれません。目つきがちょっとすごいですよね。カメラマンももう睨んで今にも食っちゃいそうな目してますね。はい、素晴らしい。そしてアーバンシック、ルメちゃんが選んだ馬です。前走強かったですね。うん、距離伸びても大丈夫そうですけど、若干ねこれね、うん、うん、まあゆったり感はありますけども、もうスワブリチャードかハービンチャーね、うん、もうちょっと削れよくね、真横から光が当たってるからかもしれませんけど、もうちょっと光り輝いてほしいな、この馬こゆる秋ですから。うん、さあそしてコスモキュランダー、これも前走この1着2着でしたけど、勝ちにいっての2着で、まあ同じようなレースになると思いますけど、これ悪くないですよ。うん、まあ毎回いいんですけどね、ダービーが走らなすぎたかなっていう感じです。さあ続きましてこちらのヤンタ、いいでしょ、こちらもいいんですよ。まずこちらね、湘南ラプンタ、うん、どうでしょう、距離伸びて良さそうですよね。うん、徐々に、うん、3000m ですから、京都の 3000m ですから、やっぱ距離が合う合わないってありますからね。うん、合いそうな感じしますこの馬。はい、続きましてこちらエコロバルツ、これ見てください、いいでしょ、肌ツヤいいでしょ、距離長いんじゃないかなんて思われてる方もいらっしゃいますけど、岩田ジョッキーがもうきっちりとね調教を毎日つけてるらしいんですけども、うん、教え込んでます。 3000m は持つと言ってます。うん、前走もね4着になりかけたところちゃんと3着まで来てますからね。うん、本番を見据えてだと思いますこの2頭。この2頭は穴っぽい雰囲気醸し出してますよ。あ、いいですよ、ショナラプンタエコロバルツ、うん、いいですね。さあ続きまして木村厩舎ヘデントール、うん、こちらも悪くないですね。うん、いいですよ。そしてこちらアドマイヤテラ、お足毛ですけど、これ見てください、いい雰囲気でしょ、強そうな気候に肩回りいいですよね。ああ、いやいいな、みんなよく見えるな、
ただやっぱ3000メートル、アドマヤテラはレイデオロニーハーツクライなんですよ。こちら足毛、これね首差しも太いし、この気候からこの胸前の筋肉のこの幅広さね、うん、これに比べたらこの辺に比べたらちょっと貧弱かなと思います。いやでもしっかりしてますよね、うん、いやこれは悪くない。あと4頭でございます。こちらもねもういいですよ、はい、こちらの4頭、はい、はい、じゃあこちらでやりましょう。メリオーレム、メリオーレム川田ジョッキーが乗ってきますね。これもしっかりと仕上がってるんじゃないですか。もう1週間前の写真ですけど凹凸もしっかりしててね、うん、良さそうですね、うん、いいです。もう友なんかいい感じのね、この夜なんかすごいいい筋肉ですね、この肩周りもね、うん、はい、さあ続きますよ。こちらウエストナウ、ちょっと影の中、光のある中での影、これどっちから、どっちから光が通ってるの、だから逆光になっちゃってる。いや見てみてください、この目見てください、これ悪くないですよ。このぐらい近づいたらいい筋肉しますよね。ちょっと筋肉つきすぎかなっていうぐらいな感じしますよね。いやボバはみんないい具合だな。そしてビザンチンドリーム、はい、ビザンチンドリームもね、この馬がクラシックどこか勝つんじゃないかってね、言われてましたけど、このトモいいですね。トモに比べてちょっともう少し気候が抜けたらもっと強くなる、ここがもっと深くなったらねいいかなと思うんですけど、こちら神戸新聞杯の時なんですけど、ハマればね、ババ神戸新聞杯はババが合わなかった馬が結構いると思います。ケズヤいいですね、いいですよ、いいですよ、悪くないですよ。さあそして最後こちら吉富さんが乗ってきますよ。これね全部の馬に比べたらちょっとまだかな、まだかなっていうところで、あの連勝ですので3連勝ですか、うん、この馬来年面白いと思います。さあ今週どうするのかっていうところですね。私買いますよ、吉富さんが乗るので、うん、吉富さん乗るので買いますよ。なかなか G1 ね、あのベテランが、うん、最近は乗ってませんけども、うん、こういう連勝の馬はね、なんかもうなんか応援として買いたいですね。ただお父さんグレーターロンと、うん、ジャングルポケット、うん、まだ幼いですね。トモも胸前も全体的に幼いで、来年で吉富さんでも勝ってます。これでこうやって勝てるんだから、前走も勝ったことが、この馬がもしかしたら、うん、名将タバルが逃げてこの馬が番手なのか、この馬が果たして逃げるのか、うん、そうなったら面白いと思います。さあこの中でもう、じゃあもう一度皆さん全体写真見てください。ダービーバーダウン、こうしましょう。はいはいはい、いいでしょ。この2枚目みんないいんだよね、多分ですよ。全部は出ていませんが、うんね、もう買いたい馬買うのが一番ですよ、うん、はい。さあこの中で私が、うん、市場馬体新人、まあ、全部は出てませんがいいと思った馬はやっぱこれじゃないですか、はい、ダノンデサイル、この馬強いと思います。雰囲気いいですね、はい、休み明けですけどもダービー以来ですけども、うん、この馬は小馬になっても G1 を盛り上げてくれる馬じゃないかなと思っておるんですが、これ以外でいい馬、コスモキュランダもいいです、コスモキュランダもいいですね。ここかな、こちら湘南ラプンタ、そしてケズヤだったらこれナンバーワンじゃないですか、エコロバルツ、はい、こんな感じでいきたいと思います。先週ね、週刊賞ラバンダ14番人気で4着ですか、ラバンダ惜しかったですよね、うん、ラバンダ頑張ったな、あれもう一押しだったな、馬体診断でよかったね、菊花賞ですから
3000メートル、淀の3000メートルを走り切れる、力を発揮できる馬を今日の調教とともに金曜日までに見つけたいと思います。金曜日にフライデー競馬予想を上げますのでお楽しみに。それでは皆さん、秋の夜長をゆっくり予想してください。おつの金様でございました。ポースポ買ってきたんでこの後読みます。